はい、どうも、シャチクです。本日も集まれ動物の森をやっていきたいと思います。で、まあやっていきたいわけなんですけど、いやー、ここ最近ね、毎日まあ3時間前後ぐらい、まあ島整備生放送をやっているわけなんですが、まあ島整備生放送をやっているということで、もちろんね、島をいじりまくってるんですよ。だからね見るたびになんか島が変わってると思うんですよね。まあそういったところで、これからね、まあ日常的にこうやってね、まあ島紹介っていうほどでもないんだけど、具体的にどこら辺を前回の生放送でいじりましたと、ね、そういったところをね、まあ動画として、まあ、報告させていただければなと思いますね。そう、生放送のアーカイブってさ、めちゃくちゃ長いじゃん、あれ実際見にくいでしょ、本音言っちゃうと。だからね、結構なんか島をね変えてしまった場合は、こうやって動画にしてまとめた方が、まあ、分かりやすいかなと思って、これからね定期的に、まあ、動画としてね投稿させていただければと思いますね。まあその島整備しているところとか、なんかそういったところを見たいんであれば、ね、アーカイブの方をご覧いただければなと思いますね。さあ、そういったところで、どこを具体的にいじったのかっていうところをね、紹介していきたいと思います。で、まずはチャチャマルの家の周辺ですね。ここら辺に緑を増やしました。単刀直入に言うと、まあ、緑っていうのは具体的に、まあ、生垣とかですね、生垣とか低木とか、ね、あとはね丸太の柵か、まあ、こういったものをね追加しましたと。あとここに広葉樹も植えて、やっぱりね、うちの島のコンセプトっていうのが、まあ、自然をテーマにしているということなので、やっぱりね自然系の家具とか、あとは柵とかで広葉樹とかをね多めに配置しようかなと考えてます。あとはここに猫草とか配置したりとか、あとはねお借りしているマイデザインになるんですが、なんかね水たまりみたいなマイデザインあるじゃん、これね超お気に入りなんですよ。で、ここの上にデコイを置くとね、めちゃくちゃ映えるからおすすめです。ぜひね皆さんも試してみてください。そしてここになんか自転車があると思うんですが、まあ、チャチャマルって運動好きじゃん。だからね、まあ、自転車を庭に置いてあげたら、まあ、いいんじゃないかなと思って、まあ、なんとなく置いてみました。そんな深い意味はないですね。さあ、そんな感じか、ここら辺は。で、あとは、ここの上の部分。ここの上の部分もね、まだ完全には作り上げてないんですが、あんまりね、なんかその家具とかをごちゃごちゃ置いたりとか、あとはね、島のテーマに関する家具とかを置くのはちょっと良くないかなと思って、無難にデコイと水たまりのマイデザイン、そして丸太の杭、まあ、そういったものをね配置させていただきました。まあ無難ですね。特になんか映えとか狙ってるわけじゃなくて、まあ無難だったらいいんじゃないかなと思って、こんな感じで配置してますね。まあ、もうちょい何か家具を追加するかもしれないけど、マイデザインとか、まあ、家具っていうかマイデザインかな、家具置くとねごちゃるからな、あんまり置きたくないんだよね。で、ここら辺は特に変わっておりませんと。あ、変わってるわ。そうそう。エイブルシスターズの前に、これですね、カカシ置いたりとか、ね、サボテン置いたりとか、ね、いろいろしましたね。まあ、前回の生放送では、なんかその島くりをやるというより、まあ、島くりで、なんかその地形を作る生放送をやったと思うんですけど、で、地形を作った後に、なんか家具をどん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 配置していくって内容でしたね。で、こちらにはですね、まあ、ここにたぬき商店があるということで、ここの裏側に、まあ、樽であったりとか、段ボールであったりとか、ね、なんか鉄骨とか、なんか様々な家具を配置しておきました。まあ、自然をテーマにしてる島に、なんか鉄骨ってどうなのかなって最初思ったんだけどさ、まあ、こう見てみると、まあ、悪くはないから、まあ、ここに配置しましたね。まあ、もうちょっとね、ここら辺をごちゃらした方が、ちょっとおしゃれになるかなと思って、ここら辺ね、追加で段ボールを今度置く予定になってます。まあ、そんな感じかな。で、あとはこっちか。そうそう、結構ね、いじったんだよね。で、ここなんだけど、ここね、実はね、この間まで花畑だったんですよ。ただ、花を撤去しまして、まあ、ここに井戸を置いて、あ、待ってずらしちゃった。井戸を置いて、で、針葉樹を植えて、で、低木を植えました。で、ここには恒例の丸太の杭ということで、まあ一応ね、ジャックの家の裏側みたいな感じかな。
まあここはねちょっとどうしようかなって悩んでて、まあしばらく花畑にしていたんですが、結局ねああしましたね。あとところどころになんか丸太の杭をこうやって追加したりとか、まあ、そういったこともしたっけな。いや島整備って楽しいよね本当。俺もさ最近島整備にめちゃくちゃハマっていて、まあ、一応生放送で、まあ、3時間前後ぐらい毎日してんだけどさ、それ以外にもプライベートで結構おじったりしてるから、うん、なんか毎日島が変わってる可能性がありますね、うん、しかも変わるって言っても結構大幅に変わるからね。でここに新たに低木植えました。あとねちょっと道になんか石がなんか突き出てると思うんですけど、これはねちょっと近々、うん、なんか一厳選してどっかに集中させようと思ってます。実はねうちの島まだねなんか石の厳選してないから、まあ岩か石かちょっとね何とも言えないところなんだけどさ、これをどういうタグで指すのか、とりあえずね一厳選をねそのうちしようと思ってます。さすがになんかこんな感じで道にニョキって出られたら困っちゃうからね。でここら辺もちょっと家具の配置を変えたかな。うん、家具の配置っていうか家具の入れ替えをしましたね。まあこんな感じです。やっぱりねテーマに沿った家具を置く必要があるかなと思って、まあね似合いそうな家具をまあところどころに配置したっていう感じかな。まあ自然がテーマだからさ、正直なんかこういうなんかサウナストーブとか、ね、燻製器とかちょっと置くか迷ったんだけどさ、とりあえずね置いてみました。もしかすると今後撤去する可能性がありますね。これはバーベキューとかも、あとこのボトルシップとかもね、まあ、置いたんですけどそうこのねなんだ電車か、電車も置いたんだけどさ、なんか置いてから迷うやつが結構あるな、やっぱどうしようかなみたいな。確かにまあ悪くはないと思うんだけど、なんか自分の島のコンセプトとずれちゃうからさ、結局なんかいい感じに仕上がっててもそれって本当にいいのかなって思っちゃうんだよね。あとここら辺の、道沿いもちょっと整備しましたね。まあここら辺にゴールドクレスト置いたりとか、まあ、樽置いたりとか、まあ、花を植えたりとか、まあちょこちょこねいろいろしましたね。そうそうそう、うん、やっぱ3時間半も、確か前回ね3時間半生放送したんだよね。さすがにそんだけ長時間やっちゃうとさ結構島変わるよね、うん、変わりすぎるみたいな。であとはこっちの方だね。てかうちの島さめちゃくちゃ入り組んでないめちゃ入り組んでるよね。で、はい、こちら、ここね新エリアになりますね。ここは丸々作り変えました。で地形をぶっ壊してまた一から作ったみたいな感じかな。ちょっとね左側に低木がめちゃくちゃ植えられてるから、これね近々ねちょっと数を減らそうと思ってます。なんか思ってるよりさなんか緑っぽすぎてなんかちょっとあれですよね、うん、なんかちょっと多すぎるみたいな。で上に登りましょうか。ここは新たに作ったところなんですけど、生放送でまあこんな感じかな。なんかね前回の動画では、ね、家具が大量になんかここに置かれてたと思うんですが、ちょっといらないものを撤去しましたどちらかというとここはね家具を置いたというか家具を撤去したって感じかな、うん、やっぱりね家具をごちゃごちゃ置きすぎるのはねあんまり良くないと思うわ。なんだろう、必要であれば置いてもいいと思うんだけどさ、大きすぎると重くなるっていうのもあるし、うん、ごちゃごちゃするとねなんか見栄えが悪くなっちゃうんだよね。まあ必要なものであれば仕方ないと思うけどさ。で、こちらですね。でここに関しては、まあ、特に変わってなくて、で変わったところとすればあれですね、なんか小道あるじゃんこれ、まあ、俺は森の小道ってこれを呼んでいるんですけど、でそこになんか葉っぱの前デザインですね、こちらの前デザインもお借りさせていただいたものになるんですが、こちらの前デザインをね道に、まあ、配置しました。まあ結構いい感じになったんじゃないかなと思いますね。やっぱりね前デザインをうまく活用できるかどうか、やっぱそこがね結構島作りで重要になってくるんじゃないかなと思ってますね。あとはここに花の前デザインもあると思うんですが、これもねお借りしてるものですね。まあ自分で作った前デザインもね多少あるんだけど、基本的にはねお借りしているものになりますね。はい、いや素晴らしい前デザインをありがとうございます。でちょっと進んでいきましょうか。いやマジでさ変えすぎてなんか難しいような紹介っていうか、ね、どこが変わりましたっていうのね。であとはそう
あれこれって動画で俺言ったっけな、ここにマイクロライブラリーとか猫車とかを、ね、配置しました。で今ねちょっと悩んでるところがあって、ここね果樹園じゃん、まあここね果樹園になっていて、まあ、僕が島を一から作り直す前に作ったところなんですよね。まあその1回目の島の名残かな、ここだけそうそう、ここのね果樹園の時実はね1回目の島の時の果樹園をねそのまま使ってるんですよ。僕ね1回島をね盛大に全てぶっ壊して更地にしてるんで、ただここだけなんか残したみたいな感じかな。でまあここにね今までテコ入れをしてこなかったわけなんですけど、そういった背景もあって、ただ有刺鉄線をね配置しようか今ね悩んでんだよ。まあ、全面になんか有刺鉄線を張り巡らせるというより部分的に有刺鉄線を、ね、配置するみたいな感じですね。であとはまあところどころにちょっと段ボールとかをさらに追加してここら辺に置いたりとか、まあガーデンライトはちょっと配置するか分かんないけど、まあ夜も映えるようにライト系の家具を置いたりとかね、そういったこともねしようかなと考えてますね。どうしようかな、今までテコ入れねここにはしてこなかったから今更するのもあれだなと思うんだけどさ、それに特になんかテコ入れしなくても割といい感じに仕上がってるから、このままでもいいと思うんですよね、うん、このままでもいいと思うからさ、うん、逆に変えちゃうとおかしくなるかなと思って、ちょっとそこを悩んでますね。まあそういった感じです。いや島整備が楽しすぎるわ。今ねちょっと任天堂スイッチの2代目を購入しようかなと、まあ、考えておりまして、まあそれに関しましては以前から言っていると思うんですけど、ただね抽選に、まあ、挑戦しまくってるんですよ僕ね。ヨドバシとかビッグカメラとか、ね、そういったところに片っ端から申し込みまくってんだけど全敗してますね今多分さ通算だと100回ぐらい申し込んだんじゃないかな、抽選当たれみたいな、ただことごとく落ちちゃうみたいなね。いやーマジできついな。けどさすがに100回ぐらい申し込んでね一度も当たらないとは思わなかったわ。いやー任天堂スイッチすごいね、価値がどんどん急上昇してるよ本当に。まあ気になってこの間アマゾン見たんですよね。でアマゾン見てびっくりしたのは、ね、相場がだいたい5万円前後らしいですね。で任天堂スイッチってあれ税込み3万3000円でしょ。まあ、税抜きだったら2キュッパか。まあ、多分そんぐらいだと思うんだけどさ。まあ、約3万円ですね。まあ、そう思うと、まあ、相場の 1.5 倍ぐらいになってるんですよね。まあ、相場っていうか定価の 1.5 倍か。1.5 倍ぐらいで流通してるみたいですね。まあ、高いものだと10万円とかしたり。で、一番最安値のものでも4万2000円とか、4万4000円とか、それぐらいでしたね。いやー、さすがにね、ちょっと僕も転売屋から買いたくはないので、ちょっと抽選でね、頑張って当てようと考えてますね。そうなんだよな、今頑張ってる最中なんだけど当たる気配が全く見えないという。どうなんだろう、いつになったら任天堂スイッチって安定するんかね。まあ需要と供給が全然追いついてないから、まあ、こんな事態になってると思うんですが、逆に言うと今任天堂スイッチの人気ってすごいよな。任天堂スイッチってさ、2017年の3月に確か発売しましたよね。で今は2020年のまあ7月っていうことで、まあ、発売からまあ3年以上過ぎ去っているわけなんですよ、ね。まあ、もうすぐ3年半かにもかかわらずここに来て、ね、ずっと品薄が続いてるって、今までのハードでそんなことあった？だから Wii の時は発売当初めちゃくちゃ人気が出てもう品薄状態になりましたっていうのがあったんだけどさ、あとDS ライトか。そう、DS ライトと Wii の時も、なんか同じような現象があったんだけど、スイッチみたいにこんなになんか慢性化してることはなかったな。うん、どこに行ってもないみたいな。しかもずっと抽選みたいなね。しかも抽選の倍率が何十倍、何百倍みたいな。あ、前代未聞だよなという。まあ、例のウイルスの件もあったとはいえ、さすがにちょっと、ね、すごいなと思った。で、まさに社会現象って感じか。まあ、あつ森が発売したことによって、まあ、新たにスイッチをね、うん、購入する人も増えたから、うん、そういったこともね、重なっていると思うんですが、それにしてもね、もうなんだかんだで4ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらい、ね、品薄状態ですから。え、4ヶ月、5ヶ月で、もうすぐ半年でしょ？いやー、ね。まあ、任天堂スイッチ。すごくいいハートだなと、まあ、改めて思いましたね。そう考えると。たださ、
なんか任天堂の新しいハードの出る周期って大体なんか5、6年ぐらいなんですよね。で、任天堂スイッチももう発売してから3年半経ってるということで、ね、あと2年ぐらいしたらまた新しいハード出るんじゃねって思ってんだけど、どうなんだろうね。だけど、任天堂スイッチやってる感じだと、なんかもう完成してしまってる感が結構あるよね。なんかこれ以上のハードって出るのみたいな。まあ一応ブラッシュアップする点ってのはいろいろあると思うよ。まあメモリを増設したりとかね、まあ画質を良くしたりとか、まあいろいろあると思うんだけどさ、ただもうね、正直俺任天堂スイッチの操作性とかね、世界観とか容量とかね、そういったところに満足してるから、だからこれ以上なんかハイスペックなものが出たとしても、なんかあんまり違いがわからない気がするんだよね。でも現時点ですごいもんな。まあ新しいハードが具体的に次いつ出るか分かりませんが、いや非常に楽しみなところですよ。でも次のハードって本当にどんな感じになるんだろうね。やっぱりなんか任天堂スイッチをベースになんか進化させるみたいな感じになるのかな。まあそのテレビでも遊べるし、携帯モードでも遊べるしみたいな感じで、多分そうなるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、まあ、詳細についてはね、不明ですよね。いや、本当にね、集まり動物森楽しいわ。ようこそ、純の部屋へ金くれ。話に来たよ。いつか君の目の前で、そのアップライトピアノを演奏したいと思ってるんだ、金くれ。え？今は？その時じゃないかな。アップライトピアノ。てかさ、黒のアップライトピアノってめちゃくちゃオシャレじゃない？ね、こう見てみるとめちゃくちゃオシャレだよね。なんか自分がさ、ナチュラルな色のアップライトピアノ持ってんだけど、なんか全然雰囲気違うな。超オシャレじゃん。アップライトピアノか。なんかね、そういえば実家になんかこういうアップライトピアノが昔あった気がするな。俺は弾いたことないんだけどさ。話もあるのかい金くれ。世間話も。あれ今日もホットドッグの服かい社畜くん。なるほど、君はそういうキャラクターを演じていくということか。人を表す記号というのはそうやって一途に続けることで生まれていくんだね、金くれ。なるほどね。いや、純くんのキャラいいよね。純くんはね、離島ガチャで引いたんですよ。いやけど、まさか純くんとかジャックが来てくれると思わなかったよね。ちなみに純くんとジャックに関しては離島ガチャで狙ってたわけじゃないんですよ。なんだろう、ミスズを狙う過程で、まあ、副産物としてなんか出てきたみたいな感じですね。そうそうそう、まあ予期せぬ状況で出てきたみたいな。おっしゃ、ミスズを狙うぜって思ってたら、なんかその過程で出てきたみたいな感じですね。いやーけど、ジュン君とジャックいいよね。なんか人気が出る理由が最近分かってきたわ。めちゃくちゃいいわ。いいキャラしてるね。いやけど、キザ系のキャラってさ、個性的で面白くない？なんかね、キザ系のキャラは嫌いだって言ってる人結構いるんだけどさ、俺はね、個人的に好きよ。まあ、ジャックとジュン君に関しては例外でなんか好きっていう人結構多いけどさ、俺なんかこの間、うちの島に行ったジミーも結構好きだったよ。なんだろう。ね、なんか仕草が面白いよね、行動とか。ね、いきなりターンしたりとか。ね。あれ？よく会うね、金くれ。安心来たよ。ところで君、学生ニート君の夢が何だか知ってる？金くれ。学生ニート君の夢？学生ニート君の夢って結構難しくないか。やっぱり学生ニート君と君はそういう関係だったんだね。金くれ。学生ニートネタどうにかしてくれないか。そしてジャック、お前すごい服装だな。やばくない？まあ普通にタングトップを着てるだけなんだけどさ、下半身丸出しタングトップは変態すぎるわ。まあ俺があげたやつなんだけどさ、今日はハッピーホームアカデミーの採点発表があったけど、君の家はどうだった？ハッピーホームアカデミーか。ちょ、なんかそのネタ飽きたな。なんかね、ハッピーホームアカデミーとサブキャラネタはね、飽きましたね。ちょっとこれどうにかしてほしいな。そこで君にこれをあげよう。はい。これはまた元気な飲みじゃないか。はい、これあげるよ。彼が部屋にいたら賑やかで楽しそうだね。金くれ。賑やかで楽しそうか。けどまあね、ペットとして飼うのはありじゃないかな。ね、まあ飲みって具体的に何食べるか知らないけどさ、飲みってさ、なんか人間のなんかその赤とか食べるんだっけ。ね、ちょっとわからないな。飲みってなんかいろいろ食べる雑食系なんかな。で、飲みってなんか、あ、血液か、なんか雑食というか
確か血液だね。思い出した。てか待って、ブーケの頭大丈夫これ。ちょっと待って、やばい、なんかとんがりコーンみたいな感じになってるね。金くださいってか、よこせ、声かけてくれてサンキュー金くれ。うわ、とんでもない口癖になったな。何これ、金くださいってかよこせ。そうそう、実は昨日社畜ちゃんが夢に出てきて超嬉しかったの。マジでそれ恋ってやつじゃねえのか。え、それだけか今。ちょっとさ、ブーケに何かあげよっと。そんな君には、何あげようかな。ちょ、燻製マシンあげようか。え、燻製マシンあげたらさ、これ飾ってくれたりするんかな。はい、これ。マジ？燻製マシンじゃん。超ありがとう。これ、あたいの欲しいものリスト用にチェックしてたやつなの。欲しいものリストで燻製マシンってどういうことやね。何に使うんや、燻製マシン。あたい、ちょうど模様替えしようかなと思ってたし、その時に置く場所決めようと、金くれ。もらうだけで値の気が済まないしさ、サッカーのユニフォームもらってよ。マジでサッカーのユニフォーム、けどさ、そろそろ写真くれてもいいんじゃないの。え、好感度だいぶ上がってるからさ、写真くれてもいい頃だと思うんだけど、未だにもらえないんだけど。まあ写真って一定確率だから仕方ないか、仕方ないけどさ、なんか確定でもらえるわけじゃないんでしょ、これ確か。うん、これからちょっと毎日、ブーケちゃんに何か物あげましょうか。ね、写真そろそろ欲しいからな。はい、ということで、ちょっといろいろと喋ってしまったんですが、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録して、これからも見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。